今日もう選挙直前ですから、まあ政局の話だったり、あとはね、今すごい各種メディアで報じられているのが、自民非公認の候補者の代表政党支部に2000万支給という話、まあこういうのが取り上げられていることが多いと思うんですけど、まあ私はね、ちょっと政局とか論じても、まあ外すというふうに、思っているという話は、ちょっとずっとしてると思いますけども、ということもありまして、政局に関係のない話を、まあ今日もしていこうかなと思ってます。今日もですね、ちょっとまた最近私、日本保守党のもうフォローアップチャンネルみたいになってますけど、またこの話をね、していきたいなと思いますね。今日も飯山先生、暴露をされてましてですね、まあ、今日、まあ聞いた感じの私の印象としては、まあ百田有元および日本保守党という組織は、まあ、ブラック企業とか、やっぱマルチのなんかこう、組織みたいな感じだと。いうふうにちょっと感じたという話をね、していこうかなと思います。で、本題に先立ちまして、チャンネル登録皆さん、ぜひよろしくお願いします。飯山あかりチャンネルをフォローアップしたい方はぜひ登録してくださいということでね。はい。私、もう最近、あかりチャンネルをこの少し前にやってるんですけど、時間帯動画公開してる、見るということがもう日課になってますけど、はい。日本保守党というのが、まあ、そう、イメージ通りとはいえ、ああ、やっぱそうなんだって、わかる姿を知ることができてますね。はい。で、あと引き続きマイナ保険証についての本、ぜひ買ってください、ね。まあ、自民公明がね、仮に過半数割れとか起こせば、もしかするとこの私の本もまた、さらに一段クローズアップされですね、保険証廃止を許すなという動き高まるかもしれませんので、まあ、ぜひちょっと読んでもらいたいなと思います。で、ちょっと早速ね、本題に入らせてもらおうかなと思いますけど、今日、飯山あかり先生は、なんで支部長を辞めたのかという話をしてたんです。はい。これがやっぱね、興味深く聞いてたというか、あ、イメージ通りって感じなんですよ。その、百田さんとかの、我々イメージしてるのような姿が見えてくるんですよ。で、ちょっとどういう話したかを、ざっくりとまとめるとですね、まあ、2024年の2月ぐらいに補欠選挙っていうのに出てくれと言われた有本さんから。で、まあこれ前も話しましたけど、有本さんとか百田さんが出ればいいんじゃないのっていう話に当然なるわけですよ。ただ有本さんからは、私は都知事選に出るから出られないので、あなたしかいないんで出てくださいと懇願されたと。で、百田さんはちょっとわかんないんですけど、まあ百田さんは近畿ブロックで今3位に入ってるのからもわかる通り、2位になる気は多分ないんですよ。むちゃくちゃ無責任な集団だと思いますけど。で、結局途中戦に有本さんも出なかったということで、日本人たちはまずその幹部が、なんていうんですか、こう、体を張ってないっていうあたりが、もうなんかちょっと本気じゃないですよね。日本を守るために本気なんですとか言ってますけど、もうすると幹部二人がまずおかしいだろうと。我先にと国会に行きたいんだっていう意欲を本来見せるべき人は、この人たちなのに、はい、なぜか飯山さんの話、あなたしかいないんですと。言われたと。で、飯山さんは、まあその段階ではね、YouTube 一緒に出たりとかしてたし、まあいろいろ恩があったからっていうので、出ようとなったと。うん、まあ冷静に考えたら、なんで飯山さんがまず出てきたんだっていう、我々が最初当時思ったの違和感って、実はそんなに悪くなくて、普通だって百田有本どっちか出ればいいわけじゃないですか。出ずに飯山さんが出てたんですよね。この後からが、その百田有本の人間性が垣間見れるエピソードっていうのがたくさん出てくるんですけど、例えばその数日後にの話が面白くて、有本さんからね電話が来て、で選挙ポスターのためのまあ写真を撮らないといけないと言われたと。でその際に青いジャケットを持ってこいと言われたと。ただあんな青色のジャケットなんか日常生活で着てないわけで、持ってないわけですよ。え、どこで買えますかねって聞いたら、タイ橋田で売ってるからとかで売ってるから買ってこいって言われたと。で、タイ橋田って何と思って、まあ調べたらしいんですよ。で、僕も知らなかったんですけど、タイ橋田ってまあ、アジダタイさんっていう人のブランドですね。はい。ファッションデザイナーの方のものなんですけど、まあ、タイ橋田とね、そう、ジャケットというか、その、青色の上から羽織るもの、なんか調べたら、20万とかすると。確かに、タイ橋田、めっちゃ高くて、
あの三越伊勢丹のショップとかにも出てるんですけど、プリントスカーフ付きのなんかこうちょっとスーツっぽいそのスカートみたいなのあるじゃないですか。あれが7万円とか、ワンピース16万とか、トップスがまあ8万とか、そんな感じの世界観で、まあお世辞にもその庶民がポンと買えるレベルじゃないと思うんですよ。うん、でその足元さんからまず対足田の名前が出てきたと、うん、で飯山さんはいやさすがにそれはきついと、なぜなら自分はもうこれ選挙出るために仕事も全部辞めてきたと、収入がゼロになってると。でだからまあ本人はまあザラかなんかで買いに行ったらしいんですけど、あのその時にまあもうちょっとまずあの金銭感覚がちょっとだいぶずれてるんだなと、自分とというふうに思ったと。でこういう積み重ねがこの後も続いていくっていう、まあ、話をしてるんですけど、こっからがねすげえマルチ商法とかカルト宗教っぽいんですよ。飯山さん自体はねその話そういう言い方はしてなかったんですけど、僕もこれ聞いて思ったのはマルチとかカルトでよく聞く話なんですよ。でどういう話かっていうと、まあ、有本さんにその後立候補の条件みたいなのを話したいっていう説明の場があったらしいんです。で1個目がこれは僕も批判したことありますけど、日本の人ってあの議員の報酬が高すぎるって維新みたいなこと言うんですね。給料が高すぎるからまあなんか減らさないといけないって言ってるんですけど、それをだから自分たちで実践するために仮に飯山さんが議員になったら 30% 返納しろというこのことを約束してくれと言われたと、まあ、これはまあまあいいでしょうと、自分もそんなにお金目当てでなってないんでと、まあ、もう1個あったっていう話で、その選挙のね費用あなたにも金出してもらいますからと言われたと。えってなったらしいんですね。まずでなんでそんなこと出さないといけないのかっていう時に、百田さんも有本さんもその飯山さんが何百万か出さないと本気で選挙やらないでしょって言ってきたらしいんですね。はい収入ゼロにして全部やめた後に金をね持ち出してめちゃめちゃ払えっていきなり言われると。で飯山さんとしてはなんか供託金とか出してくれるみたいな話聞いてたから、えってなって払ってくれるんじゃないんでしたっけって聞いたら、いや供託金は出すけど選挙に金かかるから、まあ、出してくれって言うのとプラスまずその自分が金出さないと本気でやらないでしょってなんかくどく言われたらしいんですよ。で200万から300万ぐらいという話になったみたいなんですね。で飯山さんとしてはもうその時点で結構あれってなってたけど、まあ言うて後に引けなくなってるわけですよ、その仕事全部辞めてるから。でマルチとかもカルトとかも結構ありがちで、マルチ商法とかもそうなんですけど、言うたらその ビジネスの勧誘する大民会ではこう稼げますよとか、コストないですよ、リスクないですよって言うわけですよね。で入ると、入ったらウォーターサーバー買ってくださいとか、この化粧品パック買ってくださいとかって言って、でいくらですかって聞いたら20-30万とかって言われて吹っかけられたりするわけですよ。でそれにちょっと買うの躊躇したら、いやなんかそれぐらい買わないとなんか成功しないよとかって言われるっていうのはよくある話なんですね。はい、これでまず課金させると。で課金させていわゆるサンクコスト理論に近いんですけど、その自分たちがお金をこうたくさん出してしまうと、そこでそのなんていうか、すぐに離脱するっていうことがすごい損をした気持ちになるっていうのがあるわけじゃないですか。それをなんかうまく利用してこうのめり込ませていくわけですよ、マルチ法って。これはだからあのカルトも同じで、そのお布施とかをさせるわけですよ、それなりにでかいのを。でそれ一回でかいのしてしまうとこう抜けられなくなってズル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 いっちゃうんですね。でそのいわゆるまあ明らかにおかしいと思ってても、相当程度自分の精神的状態だったりいわゆるその金銭的なコンディションがかなり悪くなるまで、続けてしまうというのが、いわゆるマルチの被害とかカルトの被害でよくあることなんですよ。でまさにこの飯山さんの置かれてた状況っていうのは、まあ、まあそんな感じで、でその飯山さんにとって、まあ、何がショックだったかっていう時に、一応マルチとかカルトじゃなくて、まあその政治団体で良くしていくんだと、日本を良くしていくんだとかって言ってるし、なおかつあれ飯山さんあなたしかいないと、ぜひお願いしますって言って最初言ってたくせに、金払わないとちゃんとやらないって思われてるっていう、そのまず信用できてない、信用されてないと。で金でしか信用してないと、しかも有本百田は。なぜならその金を担保にしてくれないと、いやお前ちゃんとやらないんだろって思われてると。信用ってお金でしか担保できないと思ってる人って確かに世の中に一定数いるんですが、まあそういうね金だけで担保してると、まあ、金がなくなったら急にこう
縁が切れたり、ある種その金しか信用しない人っていうのはもう金持ってない人っていうのにはすごい白状になったりするのと同じなんですが、まあ、それをこう 100割コンビと、まあ、彼女は呼んでるんですけど、100割コンビというのはそういう立場を取って、本当にこれね、やっぱマルチとカルトと似てるなと思ったんですよね。飯山さんもある種だからその退路立たされてるわけですよ。でマルチとかカルトもそうですけど、まあ、マルチとかでありがちなのはその家は やってる仕事とかをやめて、なんかこうマルチ一本で行くんだみたいな風になるのがあったりするわけじゃないですか。まあ、借金までしたりねする人とかいますけど、まあでも政治においても似たようなもんだなとやっぱ聞いてて思って、で有本さんとの金銭感覚みたいな話でちょっとまあまあ面白かったのが、さっきのその対芦田の件に加えて、その家族がいると、で子供がいると、でそう家のこともあるからっていう話をしたときに、もう家事なんか外注すればいいじゃんと有本に言われたと、で自分も使ってるわよみたいなこと言われて、あ、家族ってそういう外注で解決するもんだと思ってるんですかっていう話もさることながら、なんか金銭感覚ちょっとなんか おかしいというか、そのなんか庶民のためにうんぬんとかって言ってるけど、なんかおかしくないかと言うんですね。で有本さんのエピソードと結構ねそういうのが多いっていう話をしてて、でその実際候補になってからはやっぱボロ雑巾のようになっていく様をまあ語っていくわけですけど、百田さんとまあその候補者になるってなってから初めて会った時に一番最初に言われたことが、まあ有本さんと同じで、飯山さん選挙何ぼか出してもらわないとあかんと、せやないと本気にならんやろといきなり言われたということで、はい、でなおかつそれに続けて経済的保障は一切せんから、YouTube で稼いでこいやということを言われたと金の話しかしないし、その相手を人間として扱う気がないと言うんですね。まあこれ他の政党でもね、まあ似たような話あるかもしれませんけど、まあ多分維新とかって結構これと似てるなと思うんですよ。維新もなんか大阪維新とかは今はちょっと違うかもしれないですけど、まあ本当に裏金の問題出る前とかは、大阪維新は政治資金パーティーとかでかなり金集められるけど、地方とかはパーティーとかしても金集まらないわけですよ。でなのに議員報酬を、まあ、それこそ 30% だったかを返納しろみたいなことになってて、で、その 30% 返納させてるから、金がないと、うん。で、金がなくて、まあ、議員活動を続けられなくて、離党するとか、あとなんか犯罪を犯してしまうというか、なんか、ありましたよね。なんか、横領みたいなことしてたみたいな事件も報じられたことありますけど、まあ、なんかそういう話も。出たりしたことありますけど、構図としてやっぱ似てて、身を切る改革とかって言ってる連中がいかにまあひどいかっていう話だったり、かたや経営層はブク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 膨れていくと、でこれババちゃんも同じじゃないですか、政策活動費で飲み食い月100万 するのが普通だっていう感覚だったわけでしょ。赤坂とかで飲み歩いて、でそれ百田さん有本さんもまあ同じだと、給料が高すぎるとか言いながらですよ。あ、だから人の給料高すぎるっていうのはね、本当にろくな人間いないことのなんかある症例みたいになってるのかなと思いますね。で有本さんのまあ金銭感覚のおかしさみたいなんていうとね、その飯山さんってあの江東区在住じゃないらしくて、なんか1時間ぐらいかけて行ってたらしいんですけど、まあ朝6時ぐらいから家出て、で朝活動してたんだけど、もう夜も活動しろって言われて、それはさすがにきついって言ったら、有本さんから、いやウィークリーマンション借りてこいと言われて、でその金はもちろん当然自分で出せっていう話なんで、ちょっとさすがにそれはきついっすわって言ったらめっちゃ怒ってたっていう話もあると。で片やその有本さんはベンツに乗って颯爽と現れてくるみたいな、その選挙の場に、でその飯山さんの心がまあ折れていったっていうようなのがあるんですよね。なんか本当にブラック企業とかね、と似てますよね。こう NPO とかでもあるじゃないですか、社会貢献だとかって言ったりして、で下はもうガタガタになってるみたいな。これ僕とある人材派遣会社で働いてた方に聞いたことあるんですけど、皆さんもよく知ってる悪名高いとある人材派遣会社ね、まあ、ここでちょっと名前出しませんけど、やたらと社会貢献って言ってくると、でめっちゃ給料安かったりするらしいんです。社会貢献なんだからとかって言って、まあ奉仕しろみたいな感じになると、でそれどうなってるかというと、幹部はブク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 太っていくけど、従業員はすごい疲弊してるし、もちろん派遣の人とかっていうのは低賃金であると言うんですね。でこれってまあ飲食チェーンのブラック企業で有名なところもやっぱ同じで、その成長の機会だとかいろいろ言いつつ、まあ搾取していくみたいな構図にあるわけですよ。でこの飯山さんの件も候補者になった後ね、
こうやってあのこき使われているにもかかわらず、有本さんとか 百田さんの有料チャンネルにこう呼ばれて、まあ、最初無料配信して有料配信になるんですけど、そう有料会員の会員集めにまあ付き合わされてたと、いうわけです。でまあまあ選挙終わって、支部長はまだやってほしいって言われたけど、もうさすがにちょっといろいろきつすぎるっていうので、まあ、辞めたみたいなんですけど、まあ、なんか翼の党のせいで精神的に病んでみたいな感じで当時飯山さんって報じられてたのかなと思うんですけど、まあそれ翼の党の件も当然あるとはいえ、やっぱりもう精神的に生きてたら主たるよりもはや翼の党以外のところの方がでかいんじゃないかなっていう感じですね。で、まあ、一切人間的なまあ対応をしてくれないし、その家族的なものに対する配慮もないしみたいな、もう困ったら金で解決しろとか、自分で金稼いでこいとか、もう金の話ばっかりだと。で、自分は徹底的に、自分たちは自分たちの、自分のことを徹底的にその自分の集客をするためには、こき使うということで、はい、なんか綺麗に、まあ、ブラック企業やマルチ商法、カルトの場で見られることが起きてるなという感じの話でした。まあ、庶民のために戦うって言っててね、やっぱり、ね、大豪邸住んでますとか、ベンツ乗ってさっそうと現れますとか、タイ足田来て、ま、来たらいいじゃんとかね、ウィークリーマンション借りればいいじゃんって言うっていうのはやっぱりちょっとでもおかしいですよね。庶民の感覚が全然わからない人が今その日本の庶民のために戦うって言ってるんですよっていうのが、まあ、ある種最後の今日はメッセージだったのかなと思います。だからあの結論としては、まあ、僕もあのよく言ってますけど、やっぱりね、議員報酬高すぎるっていう政治が信用しちゃいけないです。維新からパーチされた足立康先生も、まあ、同じこと言ってましたけど、足立康さん唯一、議員報酬削減っていうのやめた方がいいって言ってる人なんですよ、維新で。これずっとあのいた時から言ってるんですよ。はい。これ意外だと思うんですけど、言ってるんですよ、実は。なんでかって言ったら、その議員報酬高すぎるって言いながら、寄付を無心したりね、政治資金パーティーでめちゃ金集めたりね、言ってることとやってること違うだろうと。金足りない、余ってるんだったら、もう議員報酬以外別に集めなくていいはずじゃないですか。高すぎるんだったら。で実際はその見てくれでちょっといい格好するために、別のとこにしわ寄せやったり、あとはもうなんか、その、資金繰りというか、資金集めのために、その、奔走しないといけない。であったり。だ無駄な仕事を増やしてるとも言えるわけですよ、ある種。議員報酬のままで、活動できてね、別に寄付つながらなくていいんだったら、そのやればいいわけですよ。で、その空いた時間は、いわゆる立法活動とか、政策立案とかに使えばいいわけなんですよね。で、その見てくれのために、なんか維新の会っていうのはそれやってるっていう話なんですけど、まあ、言うたら日本の人も結構似てると。で、議員報酬高すぎるっていう人がね、やっぱね、多すぎるんですよ、本当に。これね、よくないです。まあ、これは飯山さんについても言えることかもしれませんけど、2500万ぐらいでしょ、歳費って。まあ、合計3000万ぐらいでもいいですよ。3000万ぐらいで、で、これ部分通費とか入れて多分3000万ぐらいだと思うんですけど、その事務所のね、家賃とか、施設秘書と雇ってたら、どう考えても、やっぱり足りないわけですよ。だって人間2人を雇うってめちゃめちゃコストかかるじゃないですか。社会保険料払ったりとかしたりね。それだけでなんか1000万とんでもおかしくないですよね。施設秘書2人例えば雇うとかっていうだけでも、うん、その時点でもう2000万ぐらいしか残らないわけですよ。であとはもちろんそういう政党交付金とか寄付とかがあるとはいえ、持ち出しで特に野党の議員とかってお金ないから、まあ、そういうビラ作るのもしかり、いろんな活動費にどん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 消えていくわけですよね。これは面白いネタがあって、当時民主党の山井和則さんっていう方についてね、そう自民党の安倍さんっていう方が、これ安倍晋三さんじゃないですよ。あの、山井さんの政治と金の追求みたいな、やってる記事を産経新聞が当時、意気揚々と書いてて、で、これ今、あのネットワークの人とかも定期的にね、使ったりしてるんですけど、あの、その当時どういうスキャンダルだったかっていうと、自身の資金管理団体に、個人による寄付の限度額を超える1080万円を寄付したということで、それ就職書に書いてあるんですけど、まあ問題だということで叩かれてたんですよ。で、山井は、説明責任を果たせって自民党の人が言ってたんですけど、これオチがあって、山井さんの、が貧しすぎて、自分の歳費を突っ込んで事務所を回さざるを得なくなったっていう、まあオチだったんですよ。で、それを、あの、事務所の資金繰りが悪すぎて、お金入れすぎてたら上限超えたっていう、まあオチなんですよ。まあそれは、そのルール守ってないっていうのは悪いんですけど、あの、野党の議員とかって特にこんなもんなんですよね。で、実家が太いなんか世襲議員とか、まあ、立憲とかだと岡田さんとかね、ああいう特殊な人を除いて、やっぱり、
普通の人って歳費なんかあんな一瞬で消して飛んでいくようなものなわけですよ。でそこに対してコストをかけるっていうことにやっぱり理解ができないっていうのは、何が起きるかっていうのはやっぱ考えないといけないんですよ。銀報酬削減しろ、銀報酬削減しろってね、高すぎるっていうのは簡単だけど、削減したら何が起きるかって言ったら金持ちしか政治家になれないわけですよ。なぜなら歳費っていう、それ職業として政治家として成立しないようにしてるから。なんか金のために政治家になるなって言いますけど、職業として政治家成立させなかったらどういうことになるかっていうと、これもうマックスウェーバー100年前から言ってますけど、その実家が太いやつとかね、もともと金持ちしかなれないって言ってるんですよ。だから民主主義のコストのために職業としての政治家が生まれてこざるを得なかったっていう、政党政治のために必要だっていう、まあ話をね、マックスウェーバーはまあ100年前にしてるんですけど、これやっぱり理解しないといけないんですよ。で、維新は、あれですよ、公認の条件が、どれぐらい人を引っ張ってこれて金持ってるかしか見てないっていう話は結構ね、週刊誌とかでも報じられたことがあるぐらいで、だから金とか世襲とかだったらもう考え違っても公認するっていうのは、鈴木宗男さんとかがいい例で、鈴木宗男さんめちゃめちゃ金持ってるから、全然身を切る改革っぽくもないのに、維新にいたじゃないですか。あんな感じで誰でも OK なんですよ、金持ってたら。ということで、まあまあ今日の話はこんぐらいですけど、まあこの飯山暴露の件からやっぱり我々は、その目先の金をね削れって言ってくる人間、人件費を安易に削れって言ってくる人間はやっぱ労働者の敵だってことですよね。で、かたやその人たち言ってる人たちが何やってるかっていうので、まあその無償で奉仕しろとか理不尽なことを平気で言って、まあ人も大事に扱わないっていうね、やっぱ重なってくるんですよ。その人のにコストかけることをやっぱ嫌がるっていうのは、根本的に人を大事にする気がやっぱあんまないっていう話で、僕はやっぱりね、一番いい給料を払いますよっていう会社が一番いいと思うんですよ、シンプルに。なんかこう、やりがいとかね、いろんな言い回しありますけど、まず金ちゃんと払う会社がいいっていう、否定できないと思います。余談なんですけど、日本保守党信者がレベルが低いっていう話をちょっとしておかないといけなくて、それ何だかっていうと、昨日ね、あかりチャンネルの方で、まあ、その寄付したけど領収書が発行されないっていう話したじゃないですか、されてるの紹介したと思うんですけど、でそれ紹介したらね、いやお前領収書発行されたってネットでいっぱい出てるぞって言ってきた人がいっぱいいたんですよ。お前デマだと、裁判で訴えられるからなと言ってたんですね。でアホだなと思ったっていう、まあちょっと話をしとかないといけないんですけど、まあそれ結論から言うとね、逃避なんですよ。逃避をクレジットカード決済したのが、なんか領収書みたいな発行できるシステムがあるらしいんですよ。ただ寄付と違うわけですね、当然。で寄付はその寄付の手続きのところに書いてある通り、銀行に振り込めって書いてあるわけですよ。で普通に考えてもらったら分かるんですけど、銀行に振り込むという方式を採用しているものをね、振り込んだ瞬間に自動で領収書発行できるようにするシステムって、組もうと思ったら、実装しようと思ったらかなりハードル高いと思うんですよ。カード決済とかだとウェブ上のアプリで完結してるじゃないですか。でも銀行口座に振り込むってことは、銀行の別の全然関係ないシステムにそのお金が入っていくわけでしょ。でそこのデータを取ってきて、でその領収書を発行する自動生成するアプリケーションと紐付けないといけないわけで、こんな莫大なコストかかるね、で仕組みをその1階のちっちゃいこの日本保守党みたいな組織が簡単にできるますかと。いや基本その手動で対応してると思うんですよ。なぜならそんなね、寄付って言ってもたかが知れてるというか、その銀行のデータベースと連動してね、領収書発行できるようにするなんてしたらお金かかります。だからなんか むちゃくちゃなことを言ってるって分かってなくて、いやなんかあんまり何も考えずに100度は悪くないと、ありもとは悪くないっていう、もう盲目的になってるから、世の中現実的にどうやったらそれできるかって考えた時に、ありえないことでも平気で信じてしまうっていう、まあ、ことがあるんですよね。これこそまさに信者だということが裏付けられるような、まあ、エピソードかなと思います。ということで、まあまあちょっと今日の話は終わりにしようかなと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。